デクラシケルは、オランダ・アムステルダムに、本拠地を置くアヤックス・アムステルダムとロッテルダムに、本拠地を置くフェイノールとのサッカーの対戦のことであり、オランダサッカーにおける伝統の一戦である。1966年1月9日に、ロッテルダムで行われた試合で、ダービー史上最大の65,562人の観客を集めた。時に、クラシケルと表記されるが、 発音はクラシーケルが近い。2008年にワールドサッカーによって世界50大ダービーの5位にランク付けされたが、オランダではデクラシュケルは一般的にダービーを超えた存在とみなされている。この2クラブがライバル関係を築くきっかけになったのは1917から18、1918から19シーズン。この時まではアヤックスや スパルタロッテルダムなどのエリートたちのクラブによるリーグ戦を展開していたが、フェーノールトをはじめとする複数の労働者階級のクラブがリーグ参戦のアピールをしたことで、1917から18シーズンに2部リーグが創設され、フェーノールトは初めて全国のリーグ戦に参加する。フェーノールトはしばらく2部からの昇格を果たせなかったが、 1920から21シーズンに一部昇格を決め、1921から22シーズンからアヤックスとフェイエノールトが同じリーグカテゴリーに位置することとなった。この間、アヤックスは1917から18、1918から19シーズンに初優勝を含むリーグ連覇を達成している。そして1921年10月9日、 アヤックスとフェーノールトがロッテルダムにて初対戦。この試合がタイムアップを迎えた時は2から3でアヤックスの勝利だったがフェーノールト側の抗議により2から2の引き分けという公式結果に落ち着いた。このシーズンはフェーノールトがブラをウィズに次ぐ2という好成績で終了。アヤックスもフェーノールトに次ぐ勝ち点1ポイント差の3位に これから2年後の1923から24シーズンにフェイノールトが念願のリーグ初優勝。オランダの歴史家ヘンリー・バンダーズはこのライバル関係はフットボールでの嫉妬、憎しみを超えた存在と語るようにエリートの街アムステルダムと労働者の街ロッテルダムという街の性質の違いによるライバル心が存在し続けておりこの2クラブが それぞれの大都市を代表するようになった時点で必然的にお互いが宿敵となった。両クラブの歴史と支持層の違いからデクラシケルはエリート対大,大衆という意味合いでも見られている。オランダの多くのクラブは大衆のクラブであり、フェーノールトがその代表的存在である一方、アヤックスはエリートのクラブとして認識されている。 これを受けて2013年1月のデクラシケルを前に、当時、アヤックスの監督だったフランク・デブールは、しかしアヤックスも大衆のクラブだと思う。我々はオランダで最も多くの支持層を持っているのだから、エリートと呼ぶことはできないはずと言及している。アヤックスはオランダで最も成功したクラブであり、国外では圧倒的な知名度を誇っているが、国内では、 多くの支持者を持つ一方で、アンチの多いクラブでもある。デイビー・クラーセンは、アウェーで、激しい敵意を向けられることに、僕らは最もタイトルを持ち、ベストであることを見せている、この国最大のクラブ、アヤックスが好きか、それとも、嫌いかのどちらかで、中間が存在しないように思えると語っている。1970年代から両クラブの、 サポーター同士の衝突は頻発しており、最もよく知られている事件として1997年3月23日に北ホラント州ベーフェルバイクで、両クラブのコアサポーターフェイエノールとの SCF フーリガンズとアヤックスの F サイドのフーリガンが乱闘するという事件が発生。互いに、ナイフ、野球バット、鉄棒、スタンガン。 ハンマーなどの武器を所持する非常に危険な乱闘であり、この乱闘で、アヤックスフーリーガンカルロピコルニーが頭部をハンマーで叩かれて死亡してしまう。これが引き金となり、オランダサッカー協会がフーリーガン問題に厳しく取り組むこととなった。この事件の結果、1997から98シーズンのデクラッシュケルは、アウェイサポーターの入場を禁止して行われたが、 それにもかかわらず、2005年4月には、フェーノールトの本拠地であるデカイプ周辺で、両クラブのフーリーガンと警官を巻き込んだ暴動が、発生した。フェーノールトサポーターが、アウェー遠征中のアヤックスサポーターが乗っていた、鉄道車両を破壊したため、試合が終わるまで、スタジアム外で待つことを強要された。その試合に敗れたフェーノールトサポーターは、 アヤックスサポーターと衝突し、警察が撮影した両クラブのフーリガンたちの映像は、全国放送で流された。2006年4月に行われたリーグ戦のプレイオフでは、両サポーターから799人もの逮捕者が出た。2009年2月、アムステルダム市長とロッテルダム市長は、 暴力抑制の取り組みとして、その後5シーズンにわたって、アウェイファンのスタジアム入場を禁止することで、オランダサッカー協会と合意に至った。通常両クラブ間の暴力事件は、サポーター間だけに止められているが、2004年、デトゥーコムストのスポルトパルクでのリザーブチームの、対戦では、フェイノールトの選手たちも、アヤックスフーリガンたちに襲撃されている。 両者は2009から10シーズンの KNVB カップ決勝で激突したが、アウェイファンの入場禁止処分を受け、本来ならば、伝統的にフェイノールとの本拠地であるデカイプでの一発勝負で行われる試合は、互いの本拠地でのホームアウェイ方式に変更された。2013から14シーズン。 翌シーズンからのアウェイサポーター受け入れ再開の可能性が高まっていたが2014年4月の KNVB 杯決勝 PEC ズボレアヤックスにおいてアヤックスサポーターがデカイプのピッチに大量の花火を投げ入れる暴挙に出たことでアヤックスはさらに3年間アウェイサポーターをロッテルダムに送らないことを決定したその後両市長により期限を設けずに当面は アウェイサポーターを受け入れないと決められた。キャリアの晩年に、アヤックスからフェーノオルトに移籍した、クライフアヤックスの本拠地アムステルダムアレナ、フェーノオルトの本拠地でカイプ日本では、サッカーファン、メディアを通して、デクラシュケルに PSV が入ると認識されがちだが、これは間違い。この5人は、エールディビジにおける、ビッグ3のイメージが影響していると思われるが、 デクラシケルとは単に競合同士の対戦ではなく、アムステルダムとロッテルダムというオランダを代表する、大都市をホームとする伝統ある、ビッグクラブ同士の対戦であり、エリートと労働者というオランダフットボール史における、大きなイデオロギーの対立を今に止める、象徴的な意味合いを持つカードであるため、都会から遠く離れた地方にある PSV は、含まれない。ありがとうございます。